本編最後の日は、1935年のアメリカ合衆国のモノクロ映画、エドワード・ブルワー・リットンの同名小説に触発された作品だが、内容的には、同作とは関係のないオリジナル作品である。ローマ帝国流星の頃、一階の鍛冶屋職人から、自らの運命に翻弄され、闘技場の剣闘士となり、やがて不法の奴隷商人となった男の波乱万丈の半生を、 79年ベスビオ火山噴火をクライマックスに描いたスペクタクルロマン映画。ローマ人の余価値として栄えたポンペイは捕虜や奴隷を戦わせる剣道士闘技が精鋭だった。そこに後に不合の奴隷商人となる鍛冶屋職人のマーカスが妻と血のみ子と3人つつましく暮らしていた。力持ちのマーカスは剣道士闘技に出場すれば大金が稼げると誘われていたが、 人殺しを嫌って断っていた。ある日、三人で銀貨一枚を持って人形劇を見に出かけたところ、妻と子供が馬車に跳ねられ瀕死の重傷を負ってしまった。医者は全金をもらわないと診察しないと断り、さらに家の前では税務官が今日中に納税しないと家財を差し押さえると叫んでいた。追い詰められたマーカスは検討し闘技に出場。 怯える相手を差し殺して金を手に入れた。しかし、急いで家に戻ると妻も子も死んでいた。その日からマーカスは、人が変わり、世の中は全て金だが口癖になった。マーカスは、職業検討士になり、検討士闘技で優勝、戦いの神と称えられていた。ある日、ルークという男と戦い、危ないながらも何とか差し殺した。楽屋で余韻に浸っている時、初めて、 ルークに7歳の息子がいることを知ったマーカスは、その子の老い立ちを聞き、その場で養子にすることにした。その後、カルタゴから来たバオミックスとの争いに敗れ、剣討士として致命的な傷を負い引退を決意、ユダヤに行って、戦車レース用の馬を買う旅に出かけることにした。そこで盲目の占い師から、エルサレムに偉人がいることを教えられた。エルサレムの偉人とは、 イエスのことだったが、イエスのことを知らぬマーカスは、ユダヤの総督ピラトにあった。ちょうどその頃ピラトは、砂漠の蛮族へ、ロドに手を焼いていたため、マーカスに、ヘロドを殺せば馬も財宝も手に入ると耳打ちした。ヘロドを殺し、馬と財宝を持って、宿に戻ってきたマーカスを待っていたのは、前の晩、馬に切られて、瀕死の重傷を負った息子だった。 その息子をイエスが奇跡で助けてくれた。その頃ピラトは無実の罪でイエスの死刑を命じていた。民衆はマーカスに助けを求めたが、ピラトの命を受け十字架に貼り付けにされていたイエスを救うことはできなかった。その後マーカスはポンペイに戻り、奴隷商人として成功し、闘技場の主になった。ポンペイ一番の金持ちになったが、奴隷から憎まれ、 成人となった息子も奴隷を殺すことを反対し、陰で囚人の逃亡を手助けしていた。逃亡していた囚人が捕らえられ、一緒に捕らえられた息子も死刑囚として、闘技場に借り出された。それを知ったマーカスは息子を助けようと闘技の中止を求めるが、監修には聞き入れられず、ついに彼の望まない戦いが始まってしまう。一同が熱狂する中、どうすることもできないマーカス。 その時、ベスオ山が突如大噴火を起こす。巻き起こる天変地異に市民はパニックを起こし、争って海岸に逃れようとする。呆然自室のマーカスは、そこでかつて恨みを持った男が息子をかばって生きたえる、様を目の当たりにする。どんな人間であろうと守りたい人がいることを悟った、彼は財宝を運ぶニカゴから金品を捨てさせ、 一人でも多くの怪我人や子供たちを救うよう命じる。そこで偶然にも傷ついた息子と再会するマーカス。彼は息子を他の怪我人や民衆らと共に船で逃がし、その船を奪おうとする役人や兵士たちの前に立ちはだかるが歯に倒れる。しかし役人たちも天変地異に巻き込まれてしまうのだった。こうしてポンペイは廃墟と化した。そして瀕死のマーカスは、 イエスの幻を見て、生き耐えるのだった。ありがとうございます。